してみて。ニコニーの誕生日のお祝いにこんなに大きなイチゴをもらっちゃったなんてね。ミューズのみんながステージにサプライズを用意してたのよ。ステージの飾りだと思っていたらまさかプレゼントのラッピングだったなんてね。さすがのニコニーも気づかなかったわ。あなたからのサプライズにもびっくりしたし、今日は本当に驚かされてばかりよね。まさか学校のみんなからのファンレターを届けてくれるなんて本当に嬉しかったわ。ありがとう。まだあるの？ちょっといくら宇宙ナンバーワンアイドルのニコニーの誕生日でもお祝いしすぎじゃないかしら。こういうの改まると照れるわね。でもとっても嬉しい。待って待って、まだあるの？今日のライブの感想？もうあなたの応援っていっつも本気なんだから。でもそのおかげで今のニコニーがあるのよね。この場を借りて私も面と向かって言うわね。いつも応援してくれて本当にありがとう。あ、ほらみんなが呼んでるわよ。